来た。え、どうしたどうした。あ、時間返すよ、時間。本当に。そうだよ。30分返すじゃん。最初からやり直す。まあ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 いろんなこと起きますよ、こうやってやってるとね。ちょっとあの回線の問題もあったと思いますので、もう一回ちょっと起動。コメント消してくれる？おります。来たってなった、来たって来た。来た。ここじゃない。ここまでのものは結構止まったりとか。コメント、あ、ここだ。思いますけど、まあそれはちょっとご了承ください。はい。ね。ハート、ハート、ハート。ハート慣れてないんですよ。え、わかんない。え、みんなハートの消し方私知らないんだけど、ハートの消し方どうやってやるんですか。食べてみます。食べてみます。食べてみます。食べろ食べろ。こっち向きです。こっち向きです。ハート消し方。そう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 。さっきコメントは消えたんですけど、ハートの消し方戻ってない。いいじゃないの。ハート消してくれてすごい。え、待ってください。このコメントのとこからやるのかな。コメント消しちゃったからみんなから。ハートやばい。いいよ。わかんないからね。わかんないからこのまま行きましょう。だって安定してるでしょ。今安定してる？安定してる？ね。斉藤さん、そういう声全部入ってるからね。おっと。無理だ。無理だ。ね、ここまでとりあえずやってきて、本当にすごいハプニングが起きまして、改めてですけど。はい、今ワンデを屋上で歌うにあたって、これに着替えるつもりだったのが、やっぱり段取りもほとんどあまりスタッフの方にもお伝えしてない部分があったので、まさかそこまで続けていくとは思ってなかったと声をして、衣装が用意されてませんか。ギリギリで着替えてて、さすが、ちょっと息切れ状態のワンデになってしまう。まあ、ストーリー的にはね、この後、本当は公園にみんなで遊びに行くシーンとか、いろいろあるんですけども、公園はちょっとぶっ飛ばします。そうそう、ぶっ飛ばしちゃいましょう。ね、そうです、ぶっ飛ばします。ぶっ飛ばして、我々カンパニーが大劇場に進出したというシーンからね、行きたいと思うんですけど、はい、ただ、本当に寂しいことに USA がね、アメリカ の帰国韓国ということで、はい、アメリカに帰らなきゃいけなくて、今日も参加できてないんですね。だからそこの大劇場に行ってからのシーンっていうのは、USA から始まるんですよ。そこが USA いないので、そうしますか。もう松崎ソロで行きたい。おー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 、俺も確認する。じゃあ行きますよって言ってから、俺そこで、はい、ダンシングロードウェイの衣装に着替えるから、ここに用意しといてね。絶対ここに。今言ってないからね。ありますよ。今回は言ってるよ。ここに用意する。ごめんね、監督がね。何の打ち合わせもなくやっちゃってるから、本当にごめんなさい。改めて、なんか、差し入れします。ごめんなさい。ね、テレビ前ですね。ちゃんと打ち合わせするときはこう言ってた話だよね。でもあれ聞こえたんですかね。ちょっと、いつも通りの芝居じゃなくて、ちょっと変えたじゃないですか。ああ、聞かせなかったんですか。そうなんだ。芝居様の変えたとこ、どうだろう。そこやってたのかな。ちゃんと回線どうだったんだろうね。どうなんだろう。ちょっと今でも、ステイヤ僕らの願い。
今こっからどっちまで来たんだブラッドリー、すごい。だからブラッドリーはこっからこう行ってちょうどこう行ってすごい。ああ頼むよ。分かりました。まず一人で、この気持ちをブラッドリーに届きます。ブラッドリー、はい、はい、もちろん目線の分も捨て踊らせていただきます。その間の俺気があるから。分かりました。頼む。はい、2点。これ2点で、その大劇場に行ってからのシーンを、そこ迷ったのよ、実は。上田のソロがあるじゃない。はい。上田のソロを、やるべきかどうかっていうのをちょっと実は悩んだんですけど、もうでも何とおりなぁ、おい、なんか裏通れよなぁ、急だって衣装が向こうだね。まあでもね、こういう状況だからやっぱり、はい、ああ、そうですね、なんていうのをお見せしようと思いました。なるほど。うん、で、ソリタリーという曲までね、お見せしたいなと思いますんで。わかりました。まあ次、はい頼むよ。田辺さん、すみません。まずよきところで OK ですって言って。はい、わかりました。行きます。それではしばらくの間お付き合いください。ミュージックスタート。
Yeah.
ただそれをする人は
やりたいですね、でもね。そういうね。そういうシーンなんだけど、そこに上田が達也がいなくて、いつも通りやれって言って、俺が上田の後ろに入って踊り出すというシーン。いい。素晴らしい。ナイス。ナイス。ね。さあ、まあこれがあって本来だったら、俺と達也が確執が生まれてね、大喧嘩するんですけど、その後ジャパレスクにね、流れていくんですが、はい、まあジャパレスクもどうしようかなと思ったんですよ。やっぱり今日このインスタライブで、まあ、階段を下げしようかなとか、ちょっと落ちてもらったよかさんもそうですよね。そういう話をねちょっとしてたんだけど、あのジャパレスクの合戦のところから行きたいんで、もう今日本当に最後のね、はいはい、はい、質問です、はい、芝居ありですか？芝居心です。派手中の芝居心は芝居心ありだありだ来たよ。どうだったら全力でやろうよ。わかりました。わかりました。なんでねえよ。接するからな。ハートがあると接するから。すげえ不謹慎なこと言っていいですか？コッシー去年さ、まあ、はい、出られなくなった。そうですね。今年コッシーまた出演するじゃん。コッシーがいるときに何かあるの？俺のせいだ。こいつさん、こいつさん、リカさん着替えていい？リカさん着替えていい？あ、そうか、みんな着替えなきゃいけない。男性準備。男性準備。戦闘服に。OK、戦闘服に。OK、戦闘服に。出して着替えます。出して着替えてて。俺も着替えなきゃいけないからさ。OK。そう。ね。ここまで大丈夫ですか？たまにはドアップもしてみます？自撮りたまにはね、まあやっぱりお客さんがいないっていうのはね、あの本当に寂しいですよ。なんかやっぱりもちろんいつも通りやろうと思っててもちょっと本領発揮できない部分がねあるかなっていう気もしてますね。やっぱりね、お客さんが入らないでやっぱ音の聞こえ方っていうのも変わるんですよ。それで何かね、ああお客さん入ってたらこういう風な気持ちになってるだろうなっていうのもちょっとありつつね、もちろんそんな左右されないようにね稽古をしてるんですけど、やっぱりお客さんが入ってこそ舞台っていうものは、完成するものだなという風にねつくづくね感じておりますね。そうだからここでさ、ここがこう網になってるんですよね。下にオケさんが見えるんですけどね、下にオケさん見えるんですよ。ここでさ、リハーサルとかやってて、俺バスローブでね、いてね、あのパンツ履いてないでここに立ってた時にね、あの本当にお客さんに申し訳ないことをしたなっていう思いでいます。あ、日野さんだ。どうも。ね、日野さんって、うん、何やってる人？太鼓や。そうなの？太鼓？え、日野さんって太鼓？太鼓やって。あ、そう、太鼓。ね、まああの今日はだからやっぱり我々もすごく意識してやらないといけない部分もあると思うんですよ。ちゃんとね、もちろん手洗いうがいはもちろんのこと、今日とてやっぱり意識しないといけないなと思ってるんですよね。だからジャパレスも若干みんな距離を置いてやろうかなと思いますよね。あ、日野さん切られてるね。切られまくってるね、日野さん。日野さん最強やからね。日野さん実は最強やから。よし、着替えた。そしたら俺も着替えたいからさ、じゃあお願いします。大丈夫？ちょっと大河と港にこれ師匠。いや、ここだから2人で持たせられるぐらいの、はいはい、感じになりなよ。そんな、ガスいません。ほら、あの下行きたいよ。どうする？こっちまず助ける？いや、助けないですけどね。やっぱ2人で、そうだよ。そうだね、一回じゃ2人になる。やってみます。一回チャレンジ。どうだった？楽しみ。俺が撮ったよ。どうも。俺撮ったけど。いや。映ってますか？映ってるよ。そうだ。はいはい。あの、キャストの皆さんで、はい、
あのこのシーン出てない人は別に客席で行ってもいいんだよ。あ、すごい素敵。めっちゃいいじゃないですか。え、あのもういる。早い。何人います。いるんかい。何人か。すでにいる。100人もどこ。いるじゃねえかよ。全員いるじゃねえかよ。何人か。早いな。何しとんねん。ショー、普通に、普通にスタンバイしてんじゃん。スタンバイになるじゃないですか。槍もう一本あっちにあるかなっていうか、マジさ、じゃあ普通にさ、手忘れてそうで怖いんだよ。いやいやいや、ちょっと確認して今。ほら、みんな今確認して。大一くん着替えてる間確認して。おい。じゃあちょっと、これ見せて。大一くん、これ見せてる。こっちは行かない。いいよ。いいよ。はい、はい。みんなちょっと今確認して。監督。いいよ、いいよ。俺が一番確認したいけどいいよ。あ、いいですよ、持ちます。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。星井さん、いいよ、映れてやる。たまには甘えてもいいんですよ。やれ。確認中です。なかなか見れないですからね、これ。確かに。あ、俺だ、俺だ、ごめん、ごめん。俺、ごめん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 。上田君、ごめん。なか、あ、え？ガンガンガンしてで俺だ。はあ、はあ、おお、見せちゃうの。いやいや、やろう。だ、危ないから、危ないからやっとこう。佐藤よしおです。いやいやいや、佐藤よしおです。うわ、これが佐藤芳雄です。これだけじゃないです。いいね、鈍ってないね。いけるだろう。いける、いける、いけるね。鈍ってないよ。これらいけるもんな。はい、いけます。これらいけるわ。いける、はい、これらいける。いけますもん。ほんといけんの。いける。今どんぐらいの方が見られてる。今は 5.3 万人。いやー、皆さんありがとうございます。本当にそうだよね。本当にそうだ。帝国劇場からお送りしています。はい、言わねえんかい。ないのね。ないのね。ないのね。続きないのね。ただいまね、これはね、最後のね、はいはいはい、もう男と男の戦い、やるかやられるかのね、ジャパン一幕ラストですからね。うん、ネタバラシになっちゃうからな。ね、上田君はさ、そのタトゥー、うん、はつけた、つけ直したの？これ？うん。あ、どっかでつけ直したの、救援中に。あ、そうなの。それはタトゥーだけ。あ、こっちか。こっちか。いろいろ本当いろいろ帰ってきた、帰ってきてね。トラブってますからね。あ、うん、あの後ろのピカピカがいないです。え、あ、本当だ。おしゃれポイントは。おい、誰だ？え、これ必要じゃないですか。必要じゃないですか。必要なの。ね。あら、これは剥ぎ取られるっていうあれがあるから。そうっすよね。ちゃんとやりたいな。まあ、いろいろちょっとあるんですけど、はい、ね、そういうこともあります。そういうこともあるな、うん、それが楽しいですね、むしろね。だって、こんな光景、普通はね、見れないでしょ。事故出ない、そう、事故出ない。だけど、あの、本番より疲れるんですけど、なんかちょっとね、変な緊張感ありますよね。あ、こっちか。やっぱりお客さんがね、あ、すいません。お、なかなかないよ。これこうなってんのよ、みんな。みんなこれこうなってんの。あら、ほら、あれ、俺も見ちゃうんだ。今日はね、特別です。今日マジ特別っすね。ペラ映ってないの今の、ギリギリ。はい、ここからやるよとか、はい、ちゃんと説明してない俺が悪い。いや、でもライブ感ありますよ。楽しいんですから、ここからやっぱり。お前のせいだ。お前のせいだけに。すいません、こういうの。オーケー、佐藤さん。で、いきなりできるから。いきなりスイッチ入れるの、これ怖くね。マジでやべえ。よっしゃ。あ、だい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 。てか、ティロケさんも働いてるんですか。カメラさん大丈夫ですか。はい。はい。あの、血のりもありですよ。おっ、おっ、こっから全部ありです。ありあり。血のりもありなんで、あの、これが終わった後、若干15分ぐらい休憩いただきます。そうですね。そしてもう一回再起動し直しますんで、その辺もご了承ください。よし、よっ、じゃあ、
田村さんがよろしければ照明さんも大丈夫ですかね。じゃあ田村さんよろしければお願いします。
はい、来ました。そっか、あ、もう回したんだよね。で、再開する前にもう着替えとけばよかったね。あ、行けば行けば。まあ、ごめんごめん。もう何もかもが、本当に。そうですね。そのままのあれでやってますから。まあ、でももう、あの、本当に最後になります。まあ、もう一回、あの、切り替えたので、時間は正直たくさんあるんですけど、ハイヤーはもう、いいね。いいんですか、うん、でも皆さんに多分聞いた方がいいんじゃないですか。松崎うるさい、黙れ。はい、松崎うるさい、黙れ。黙れ。黙れ。ね、なんでみんなそんな申し訳なさそうに、もうちょっとゆっとさ。ゆっとさ。吉尾に繋いでもらって。みんな帰りましょう。よしよ。吉尾もう次の仕事やってるの、ヒゲがいつもより濃くなってる。いやでもあの本当になんかこういう形をね、はい、もう東宝の皆さんスタッフの皆さんがね付き合ってくださったというのはね本当にありがたいことだなというふうにね感じてます。まああの、まあ、最後はねやっぱコンティニューっていう曲をね歌おうかなって思うんですけど、そのコンティニューっていうさ曲もさあの非常に今のリバーさん、はい、なんですリバーさん、いやいやいや、だってほらコンティニューなんで、はい、ちょっとお邪魔になっちゃうかな、いやいやいや、お邪魔にならないですか、ね、大丈夫ですか。ね、そのコンティニューっていう曲も本当に今の気持ちとリンクするね、歌詞だな、あの、これやつ誰が作ったの、誰が作ったの、あんだよ、あんだよ、あんだよ、いや、あんだよ、だいたいあんだよ、最初に出させていただいた時から、はい、曲が大好きなんです。あ、本当ですか。いい曲ですよ、ね、なんか本当に今ともリンクしますね、なんかあのその悲しみをね、超えていく強さが大事だよっていう感じですもんね。まあですからちょっと、あ、じゃあ、ゆうさん着替えて出てくださいはい、いいですか、あ、じゃあ、よし、ね、でもあの、本当にリノさんのね、はい、本当に、なんでしょう、ステージが立てないってなった時からね、みんなでこうグループラインみたいなね、いろいろあるんですけど、それでもね、悲しいですって皆さんで、ね、いやー、それから小一さん、痩せられましたね。いいえ、あ、そしたらインスタにも今後載っけますね、自分の体重表、はいはい、まあ、ある意味その体重表も途中で止まってしまった体重表なんか、あ、はいはいはい、26日、まあ、先月のね、26日が最後になってしまった、はい、そこからね、僕も測ってないですから、この表がたくさんあるんですよ、はい、クーラーになっちゃってて、まだ貼ってあるんですよ、ね、まあ、それを見るのもちょっと寂しい感じがしますけどね、まあ、でも、本当に、ミロさんはステージを愛してらっしゃるんだなっていうのがね、感じました。いつやってのか、いつやってのかとね、はい、思いつつ、稽古しながら、でも稽古できないんでね、あの自分の家の周りを、ええ、リュックサックしょって歩いてたんですよ。体力落ちないように。そうなんです。だって皆さんより私はもう年齢がいってますから、若い方たちと一緒になるためにもね、それはキープしてないとダメなので、そのストイックさって、すごいなって。でもまあこんなことになってしまったけれども、これは私たちの大きな試練ですね。そうですね。世界がそうですね。もう世界中がなんか、はい、すごく思ったんですよ。世界中がね、なんかよく言うじゃないですか、もうみんながこう手と手を取り合ってつながろうよみたいな、うん、でも今って手と手を取り合っちゃいけないみたいなのがあるんですよ、うん、だからより心でつながらないといけない時なんか、すっげえ俺今うまいこと言ったそれ言わなきゃいけない俺前言ったかなって、もうそれ私が言わなかったんですね。もう一度さ、もう一度うまいこと言ったなういけないとこ出ちゃったな、出ちゃったね。いやでもね、思ったんですよ、本当に心でつながる、うん、今そうですね、
時なのかなと思って、とっても大切なことですよね。そうですよね、うんうん、だから、まあ、いろんな考え方がね、はい、あって、うん、何をすべきか、自分の命を守るのがもちろん一番大事だし、うん、感染を広げないこと、そうですね、うん、それをね、大事にして、ただやっぱりエンターテインメントが死んでしまうわけにはいかないから、うんうん、こう踏み出していかないといけない部分もあるでしょうし、その中は本当にバランスですよね、うん、そこをどうするかっていうのを、どんきょい、はい、お願いします。今日はお願いね、はい、おじさんのいらっしゃらない間に、ここから梅ちゃんから、梅ちゃんと梅ちゃん、梅ちゃん、そのトークしてよ、本当に嫌だ、いつも本当に嫌だ、いつも本当に嫌だ、いつも本当に嫌だ、本当に嫌だ、フューチャーやめて、本当に嫌だ、フューチャーしないで、フューチャーしないで、私のお母さんも見てるの、これから別です。こんなとこも普通は見れないよね。あんまり近づくとね、危ないなって怒られちゃうから、あんまりあれなんですけど、ほら、スタッフの皆さんも頑張ってくれております。ありがとうございます。スタッフの皆さん、ありがとうございます。ね、奈落にね、奈落なんです。これはすごいよ。奈落なんです。これ、実際地下4階まで落ちてますからね。危ないっすよ。実際ね。だからこういうね、危険が、本当にスタッフの皆さん、これをいつも暗闇でね、セッティングしてくれてるわけですよ。本当に、ですから安全だけはね、いつも。こいつセリ乗って。セリ乗って、後ろのセリ。そっから行く。もう、あの、私は。奈落へ。あ、俺上か。あれ、俺どこだっけ奈落に下がればいい。奈落でいい。あ、俺ここでいいんだよね。ここどっちでもいい。上がります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 。そうだそうだ。やっぱりね、なんか自分を追っていかないと、まあ変わらないですね。本当に分かるし。ね。いやまあ、もう本当にこれを歌ったら、いよいよ本当に解散と、今回は解散。もうちょっと喋りますか寂しいですかね、まあ切り替えだから、あのまだ時間は、ね、あると思う。じゃあ早いやります。松崎黙れ黙れ、ファイヤー松崎ソロやる。やだやだやだ、でっかいでっかい。それとも無限の最後のそういうリゾン松崎ソロ。時間が無駄でしょ、見てる人が。確かに、小高部さんに見ればそこ多分演奏してくれる。破いちゃった。ちょっと見たいわけじゃない。いや、ちょっと、きれいに、きれいにね。ね、きれいにいきましょうよ。終わりましょう。じゃあ、皆さんも3枚大丈夫ですか？はい。カナヤさんも大丈夫ですか？なんかね、止まってんだよね。カナヤさん？カナヤさん、大丈夫ですか？どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。ね。というわけで、まあ、先ほども言いましたようにこのコンティニューっていう曲がまさにコンティニューですよね、ここで終わりではなく、先に何かつながってほしい、つながるために頑張ろう、そんな多分メッセージが込められているような気がしますけども、この曲をね、皆さんで歌いたいと思います。実際にこの作品でも最後に歌われている曲です、それではタラさん、はい、お願いします。疲れた時は休めばいい、迷った時には立ち止まって振り返ってみればいい、次の一歩を踏み出せばまた走って
ていけるんだから。皆さん、またお会いする日まで。悲しみの大きさ超えて強さ、涙を拭い明日見つめ同じ日々。
し。ね、まあこれでビーバーさん、いやありがとうございます。本当にもうこのカンパニーでね、まあ今年からアンサンブルの皆さんも地域のね人が多くて、何かこう先月の26日で泊まってしまって一緒にいられる時間っていうのがね少なかったんですけど、でもなんかこうやってやれていた期間っていうのは、このショックという作品においてね、やっぱり新しい人が多くなると不安な部分っていうのも出てきたりもするもんだけど、その不安が一切なかったんですよね、本番やってる時。それはもう本当に皆さんの努力だと思うし、それこそさっき自分もセリフで言っていた、みんながいたから走ることができたんだよってセリフがありますけど、あれが今もセリフではなく気持ちとしてなんか言葉が出るような感じでね今言っていたんですけど、でも本当にそう思います。まあ短い時間になってしまったんですけど、これも重ね重ねですが、まあもちろんどうなるか分かりませんが、またこのメンバーがね揃ってステージに立つこと、それが何か新たな目標の一つとしてね、また一歩踏み出していければいいかなって、まあ希望なので、どこまで叶えられるかっていうのは本当に難しいところもありますし、分かりませんけども、そこを希望としてまた明日からそれを生きる活力としてねやれたらいいかなと、思っております。上田からも、上田もね今回初めて参加して、こう止まっちゃったけど、俺は本当に先ほども言いましたけど、このショックという舞台で29回やれて、本当に前向きに言葉を言うのであれば本当に幸せでしたね。このステージに立てたということ自体、そう言ってくれるね、本当に嬉しいですよ。私としてはいろんな本当にもちろん辛いことって、ね、大変なもちろん舞台ですから、そういうこともありますけど、それをみんなで共有して、それとも前に行こうぜ頑張っていこうぜっていう、もう雰囲気も大好きでしたし、さっきも太鼓バーン終わった後、最高っすねいやあそこもね、結構まあ我々はね、我々はね、日野さん、日野さん改めて言いますけど、私たちは太鼓の素人だ。分かってる、ね、太鼓の素人ながらも、もうオラーってもうエネルギーでね、ヒューってもう無呼吸運動のようにやって、うわーってあの時ブワーって出るんですよ、なんか乳酸みたいな、はい、その中で最高っすねって言ってる上田がこいつもド M だなってド M の仲間いるんですよ。達成感半端じゃないですよ。いやこれはもう本当にショックド M チームみたいな本当に、そこにね仲間入りをしてくれたこともね本当に嬉しかったし、まあスタッフの方には聞いたんですけど、まあ本当に日に日に日ごとに状況が変わっていく世の中じゃないですか。だから常にアンテナを張ってね生きていかないといけない部分があると思うんですよ。そしてスタッフの方の愛情だなってすごく感じたのは、千秋楽までセットを残すそうです。このまま皆さん本当だったら、本当だったらエリザベートがね次ここで始まるじゃないですか。それはスタッフの方からしたら早くも片付けて次に行った方が楽になると思うんですけど、でもこのまま千秋楽を残して千秋楽が過ぎてから全てをバラしないということをおっしゃってました。なんかそれもすごく愛だなというふうに感じましたし、だから本当に何だろうな、分からない、もしかしたらさありえないですよ、はい、今の状況ではありえないですけど中止を発表しました、はい、だけど例えば5日後に完全にウイルスがこう世の中からなくなっちゃったってなればやろうぜ確かにってなるかなり望みをしてますまあでも僕に今言ったように日に日に状況は変わっていく世の中ですから、